はい、今回は速報動画になります。前回の動画も速報だったんですけど、今回はさらなる速報になります。何かっていうと、昨日の動画で紹介した OCN モバイル1、こちらのね、音声 SIM とセットで販売されているファーウェイノバ3、こちらがね、激安で販売されてるって昨日紹介したんですけれど、夜中の2時過ぎの時点で、ブラックとアイリスパープル、この2色が売り切れてしまいました。で、残った色がレッド。ルルカがね、持ってるのがこのね、ファーウェイノバ3のレッドなんですけど、ルルカとオソロだけが残りました。なんか複雑ですけどね。昨日のね、動画紹介した際に、音声SIMとセットではあるけど、相当お得ですよって話させてもらったんですけれど、在庫がどれくらいあったのかわからないんですけれど、まあ、速攻でね、ブラックとアイリスパープルは売り切れてしまいました。ノバ3がね、一番最初に出た時に、開幕セールやった際に、最後の最後の方で売り切れたんですけれど、そっから先、一度もノバ3がセールで売り切れたことはなかったんですけれど、今回速攻で売り切れました。残った色もレッドのみ。キャンペーンのはね、2月8日までやってるんですけれど、これ持たないんじゃないのかなと思います。初日で3色中の2色が売り切れてしまったので、もしかしたらキャンペーン中に追加っていうのが入ってくるかもしれないんですけど、追加に関しては、ほんとね、入ってきたらラッキーぐらい。っていう感じだと思います。なので、まあ、ぜひね、今、ノバ3が欲しいなと思ってる方だったりとか、Android の SIM フリー端末が欲しいなと思ってる方であれば、速攻でね、購入することをお勧めします。前回の動画だとね、ファーウェイノバ3がね、どれくらいお得か伝わらなかったかもしれないので、ちょっとね、比較してみようと思うんですけれど、Amazon にファーウェイの公式サイトがあります。そこでもね、ノバ3って売ってるんですけど、価格こんな感じです。4万6000円で売っています。もちろんね、こちらはシムとセットじゃないので、自由に購入ができるので、その辺のお得部分はあるんですけど、まあそれにしてもね、この時点で2万5000円近い差が出ているので、シムとの契約が必要とはいえ、ダントツで OCN モバイル1とのセットの方がお得だと思います。まあこちらの方はね、単体で購入できるものなので、一概に比較はできないんですけど、単体で買うとね、このぐらいの値段になってしまいます。Amazon の公式ショップが4万6000円なんですけれど、まあ、他でもね、だいたい5万円前後で売られていることが多い端末です。他の格安SIMの会社、どんな感じで売られるかっていうのも比較したいと思うんですけれど、まあ、ルルカといえばね、楽天モバイルですよね。まあ、一応楽天モバイル推しを自負してるんでね。楽天モバイルでもファーウェイノバ3セットで売っているんですけれど、キャンペーン価格で 49,980 円。税込みだと 53,978 円になります。まあ、その差額3万円以上ですね。まあ、もちろん、楽天に関しても、楽天スーパーセールとか、強めのキャンペーンが絡めばもっと安くなるので、一概にね、この値段差とは言えないんですけど、だとしてもなんですけど、ファーウェイノバ3に関しては、OCN モバイルとのセットが異様な安さだと思います。どう考えても、現在ノバ3販売しているところで最安値だと思います。もちろんね、怪しいものとか、中古品とかね、いろんなものを含むと、もっと安いところあるかもしれないけど、音声SIMの分を引いたとしても圧倒的安さです。まあ、だからこそね、今までセールとかをやっていても、初回以外売り切れなかったノバ3が売り切れているっていうのが、それがね、完全な証明になると思うんですけれど、2月8日までね、キャンペーンやってるんで、ゆっくり購入考えようと思っていた方、ぜひ早めの決断をした方がいいと思います。まあ、この価格でね、今後も出るかもしれないけれど、出ないかもしれない。自分がね、お得だなと思った時に購入するのが一番お得だと思います。はい。まあ、こんな感じでね、今回終わろうと思うんですけれど、よろしければ、備考欄にツイッターのリンク貼っていますので、ツイッターよりね、いろいろな情報等々の提供いただけると嬉しいです。ここ最近ね、いろんなね、情報いただいて、とても役立っています。まあ、そんな感じで、今回はこの辺で終わろうと思います。よろしければ、チャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後まで見ていただいて、ありがとうございました。